ライはトゥルー、あなたは信じる、しばたり転がる都市伝説紹介チャンネル、どうも小焼です。アンバサダーのトイです。小焼くん、あの有名なですね、はい、お坊さんというと誰を想像されますか？あ、それはやっぱ悠久山庵治言うと思った。違いますか？師匠のことの十本刀のね、南無謙信のキャラなんですけども、はいはい、それはちょっと悪じゃないですか、どっちか言ったら。まあまあそうですね。もう禅の方のお坊さん今日お呼びしてます。ほう、なんと本日のゲスト、京都にあるお寺蓮久寺の住職、三木大雲さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本日のコラボはですね、以前シークエンス早友さんに、ポヤッキーには2体の生き霊がついているという話をしてもらって、はいはいはい、まあ、Vlog の方では三木大雲さんにそのお祓いじゃなくてご祈祷ですね、うん、をしてもらうっていう回を撮ってるんで、ぜひそちらも興味ある方はご覧ください。その流れで僕が個人的にオファーさせてもらったんですよ、はい、どうしてもあって僕の体についているものを見てほしいと、はい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 、そこからですね、せっかくだったら小安さんの方でも撮らせていただけないものだろうかと、うん、実際にコメント欄でもこのようにですね、三木大雲さんとコラボしてくれたら最高とか、三木大雲さんをゲストに呼んで詳しく話してもらってほしいですと、たくさんのコメントをいただきました。ありがとうございます、はい、ということで今日はわざわざお越しくださいました。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと簡単にご本人様からちょっと自己紹介していただけたら、はいはい、京都の蓮久寺の住職をしております三木大雲と申します。普段はもちろん仏事もさせていただいてるんですけども、 YouTube の方でも怪談説法という、で階段からなんか生きてる人間がいろんなことを学べるんじゃないかというので、階段からお説法するというようなことをさせていただいております、うん、ちょっと変わったね、あのお坊さんというか住所さん、はい、そうですよね、はい、動画の方も拝見させていただいたことあるんですけど、ありがとうございます。最初ホワイトバックから始まるんでね、そうです、なかなかないタイプの YouTuber やな思って。斬新ですよね。これがお坊さんかと思いながらね、はい、見てましたけども、今日いろんな、まあ、テーマで階段とかもお話ししていただけるんですけども、はいはいはい、僕たちのチャンネルって基本オカルトではなくて都市伝説に寄っているん で、うん、そうですね、やはりそうですね、まあ、トレンドといいますか、これからの未来、まあ、予言に関することをちょっと中心にお話しいただければなと思って、お願いしているのですけども、大丈夫でしょうか？はい、もちろんです。怪談をなぜお坊さんが喋るかっていうと、うん、お経に書いてある未来の話をしたくて始めてるんですよ。こう、ほんと着地点にようやくちょっと近づきつつあって、なるほど、この前の入り口として興味を持っていただくためにオカルトにしているということですね。そうです、そうです、なるほど。そもそもお経っていうのは未来のことを言ってるんですか？このお経っていうのはまず何かっていう話から知っちゃっていいですか？あ、もうお願いします。いいですか？お経っていうのは実は真理が説かれてるんですね。真理、ええ、うん、で真理って何かっていうと、例えば手相、元相、骨格相、正相って、私それも見るんですけど、あれって統計学なんですよ、うん、究極の統計学なんですね。例えば人間っていうのは統計学の中で生きてるわけですね、はい、例えば風邪薬って何十種類ありますよね、あります。なぜ何十種類あるかっていうと、10人の人に処方して8人の人に聞きました、うん、はい、でも2人の人に聞きませんでしたとなると、この2人の人のタイプをまた薬作らなくちゃいけない、はい、なるほど。またやると10人の人でまた今度7人までこのタイプの人聞いて、あとの3人聞かなかった、はい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 、でどん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 なっていくんですけども、売れない商品ってなくなっていきますよね。なるほど、ね、経済的にも売れないプリンはなくなっていったり、全て統計学の中で私たち生活してるんですね、はい、でそんな中統計学じゃない世界があって、はい、それを真理って誰にでも当てはまる。100人1000人1万人いてもこの薬は飲むとこうなりますよっていう、なるほど、極端なことで、それっていうのは数学の世界が真理ですよね。はいはい、1たす1は誰が足しても2になる。確かに。で真理なものが確立されていって、もちろん科学っていうのもあるんですけど、うん、お経は基本的にオール真理なんです。そうなんですね。だから曖昧な感じじゃないんですよね。そうです、そうです。もしかしたらこれをご覧の皆様もこうなるかもしれませんよじゃなくて、これご覧の皆様もここにいる3人も絶対死にます。確かに。なるほどね。確かにな、うん、僕だけ死なへんとかないですかね？ちょっとかないですね。でもその真理が書かれてて、その絶対的真理に基づいて、はいはい、これから世界はこういうことしてるとこうなるよっていう未来予測がずっと書かれてるんですよ。お、例えばなんですけど、お経の中っていうのはブラックホールも書かれてるんですね。ブラックホールなんか言ったら宇宙の中でもちょっとまだ謎めいてるわけじゃないですか、うん、しかもここ数年で書いたわけじゃないですよね。そうです、そうです。だから何十年何百年前から受け継がれてるものがちゃんとブラックホールというものが存在するということですよね。そうです。いや、これがまずすごいことやな。ブラックホールの中入っていくとどうなってるかも全部書いてあるんですよ。知りたいし、そんなことが書かれてるなんて1ミリも知らんかったから。聞いたことない。もしかしたらワンピースの最終巻も書いてあるかもしれんから。それはないかもしれない。あー
お経には書いてないこともあるんですね、はい、ありますね。あれはもう第一の先生の脳みそにしかないんですね。なるほどなるほど。でもそういったその真理が説かれてて、この真理が今までずっと何千年となぜ残ってきたかって、お経って今も役に立ってます人生で。いやあんま実感がない。失礼な話ですけど、はい、無駄やと思ってます。そうですよね。そうなんか早終われと思っちゃったりもしたりもします、はい、ごめんなさい本当に。いや本当にそうだと思うんです、うん、まだそれならパイとかの方が全然役に立ちますよね。そう思ってますけど、 にもかかわらずなぜ未だに宗教が残ってるか。確かにこれはめちゃくちゃ興味深い、はい、ちゃんと意味を理解したいと思った。これ実は未来のことも書かれてるし、現在例えば人間が生きとし生ける中で悩みや苦しみの解決方法全部書かれてます。すごいやん。すげえ。ゲームでいうと攻略法なんですよ人生。すごい分かりやすい例え。例えば学校にジャイアンがいたらジャイアン攻略法が全部書かれてるんです。いやいや攻略してほしい少年少女にめっちゃいると思う。いやほんまにまずは歌わせないとかですよね。あ確かにそうです。ジャイアンの場合、ジャイアンの場合で、はい、歌わせないくできたんだったら困ってんやねそもそも。ああ、まあ確かにね、うん、ボイストレーニングしてもらうとか。いい方向で、あ確かにね、プラスの方向に導けるかもしれないと、はいはい、でもゆえにお経っていうのが廃れずに現代まで伝わってて、うんうん、必要とする人が実はおられるんです。確かに価値あるものってことですよね。そうなんです、そうなんです。でそれをお金儲けに走ったり変な方向に宗教を使い始めている入り口がある。この入り口をすでにお経の中に書かれてるんです。もうまさに今これが始まってるんですね。変な宗教が始まって世の中広がって、まず何が起こるかっていうと人口の減少なんです。少子化が始まったりするのも実はその入り口がそういう間違った宗教がはびこることで、本当の宗教が全部あれも怪しいこれも怪しいっていう。だからもしかして今日本ってやばいってことですか？めちゃくちゃやばいです。まあ、やばいことはうすうす感づいてたけども、そう書かれてるんやったらそうよな。順番も全部書かれて、三歳七難って言って、はい、3つの災いと7つの難があるんですよ。で私が実はある時期から2020年の大体3月あたりに、うん、疫病が流行りますってずっと言い続けてたんです。え当たってるじゃないですかもう、これね当たってるというよりもセオリー通りに進んじゃってるってだけなんです。いやもう全てはゼーレのシナリオ通りですやそんなん、はい、次に何が起こりますかって聞かれたんですね、コロナが流行った時。で私次に戦争がどっかで勃発します。もう当たってしまっても去年からのね、ウクライナとの問題が、そうなんです、思ってなかったですからね、この戦争がほんまにあんな思いで起きるとはってことは、これもずっと言い続けてきてて、じゃあこの戦争が始まった後次何が起こりますかっていうと、有名な政治家が殺されるって言ってたんですよ。いや去年のね一大ニュースでしたけど、そうです。この亡くなられた政治家の方がなぜ暗殺されたかっていうと宗教絡みなんですよ。そうなんだ。まさにあの事件が引き金となって宗教法人法がいろいろ書き換えられたり今も検討されてますけど、でそれも書いてあるんです。すごい予言書ですね、これ究極じゃないですか。そうです、だから真理なんですよ。こやつって多分やばい回よな。いやほんまにこうなってくるといろんな人たちが一緒のこと言い出すんですよ。後ろにあります漫画本、ああ、辰木先生の、辰木先生の私が見た未来、私一緒にそれを見せていただく前から、令和7年危ないぞっていう、令和7年というと2025年、そうです、うん、でそれに向けて本土の建て直し全部やってるんですけど、もう耐震補強ガチガチにして、これは何かっていうと地震が来る、うんうん、で私お会いしたことないんですけど、実は皆さんねこの辰木先生の本を読んだ方たくさんおられる中でも宗教の目線で見ると、はい、間違いないなっていう。実際にいろんな預言者の方が2025年にやばいって共通して言ってますもんね。言ってる言ってる。特にね実はね辰木亮っていうお名前、ここにね仏教的メッセージがあったんだなって私は思ってるんですよ。名前から、中っていう、まあ、空とか仏教で有名ですよね、空の思想とかをやった方、龍樹って言うんですよ。へえ。龍樹っていうのは龍に木、はいはい、龍樹たつきなんです。すごい。で、おそらくこれは一番最初に私見た時に、あ、宗教者に対してのメッセージかなって思うぐらい、でそれで実は辰木先生を知って調べていったら令和7年のこともおっしゃってますし、じゃあ気になるのが次なんですよね。確かに次は一体何が、これね3つのお経本があって、1つ法華経で大実経、金剛妙経とかそこら辺にまあ予言がずっと書かれてるんですけど、今回例えば疫病が流行しますね、そうするとそのまあお経によれば衛星がしばしば出て太陽が1時に3つ現れたり虹が白黒になったりとかっていうことが書かれてるんですよ。それは
起こるんかねと思うでしょ。で私もいろんなお経を調べてやったら太陽が2つ説がね一番有力なんです。太陽が2つ説っていうのは、はい、僕とねミキ先生が大好きなあのスターウォーズのタトゥーインの太陽2つみたいなことですか。そうそうそうです。おっしゃる通りあの世界観がこの世で起こるんです。へえ。いつ起こるか、これがペテルギウスっていう星が落ちかけてるんですよ。はいはいはい、はい、これ落ちるとどうなるかっていうと1週間ほど地球に太陽が2つの状態になるんです。そう爆発みたいなんで。そうですそうです、爆発で。で夜も昼間のように明るいんですって。私これじゃないかなっていうのが一つあって。なるほど。最終的にずっと三歳七難が続いて最後何になるかっていうと、うん、はい、人類餓死して死ぬんです。いや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 、ちょっと怖いな、それリアルよな、うん、それはきついな。だ徐々に実は去年ぐらいから食べ物が減っていってるんです。言われてますよ ね昆虫食みたいなのすごいニュースになってますけど、で、あの昆虫すらも食べられなくなります。昆虫を食べると病気になる、さらなる疫病が流行るので、それすら食べられなくなって最後人類は餓死するんですけど、まあ、近いところで言えば今年どうなるか、うん、今年も空がおかしくなります。空、例えば火球がやたら落ちてくるとか、極端なこと言うと星の運行に異常をきたすとか、そういうのがお経を紐解くと書いてあるんですよ。いろんなものも当ててるから信憑性えげつないよな。もう確かに確かに。でこれね、お経の素晴らしいのは、はい、これの会議方法が書かれてるんですよ。いや、さすが攻略本や。攻略、そうなんです。きた。それが念なんです。念、念、ハンターハンターの話。念能力者やなそれな。違うか、はい、いやでもあの一緒です。人の思いですね、うん、おお。人を悪く思っていくと、はい、人の中でどんどん悪いものが出ていくんですよ。はいはい。漢字で言うと気、気持ちの気、うんうん、悪い気みたいな、うん、で悪い気が出ると誰が喜ぶかっていうと鬼が食べるんですよ。美味しい美味しい。でいい気、人幸せになってとか、いい気は全部全身っていうのを食べるんです。全身、良い神、善悪の善神、はい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 、でこの全身が食べ物がなくなる時があるんですよ、うん、それが何かっていうと全員がもう悪口ばっかり言い合う世の中。うわー。でも振り返ると例えばインターネットで悪口を書いたり、たやすく世界に発信できますよね。そうですね。でそうなってきて実は今非常に地球は悪い状況になってます、はい、うわー、よくない。怖いのがね、重力の回転するのかなんか分かんないですけど、お経の中に水上輪のごとくならんって書いてあって、うん、水車もね重力なくなってブルンってなるみたいですね。いわゆるポールシフトみたいなのが起こる。あ、そうですね。ポールシフト磁場ですけど、はいはいはい、磁場が逆転するときもしかすると一瞬私は重力がなくなるんじゃないかなと思って、じゃあ放り出されてしまうかもしれないね、宇宙に。そうです。このねお経の中にも大木の根から抜けて上に飛んでいって、よっぽどよ、城壁も全て投げ出されるって書いてある。いや、悪魔のみんな能力者みたいな。いやー、大災害よね。そうです、うん、だからこそ念というものを私たちが今から正していかないと。でその念を正して世の中変わるのって一般的に思われますけど、うん、実際アメリカの大学とかで実験が進んでて、うん、もう10年以上前から実験されてるんですけど、500人病気の人集めて、一緒の病状の、はい、一緒のレベルぐらいの半分の人には治って治ってって誰かに祈ってもらうんです。おでもちろんあの患者さんには知らせずですけど、はいはい、やってるとこっちの人の病気が早く治るってことがやっと分かる。すごいね。これはそんなにも時間かけなきゃ難しいから、うん、すごいことでね、これ証明されたって。いや確かにね、価値があること。おなんか植物とかでもね、その綺麗に咲いてねとか言うと綺麗に咲くみたいな感じもありますけど、そうですそうです。おそらくこの木、まあ念ですよね、うん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 、みたいなものを正していけなければ人類は餓死します。なるほど。いやでもいい気になるっていうのはさ、もう無料でできることですから。確かに。そう、これ実践していきましょう。これはね、何が正しくて何が正しくないかっていう見分けが今世の中につかないんですよね。まあ私情報に溢れてますからね。例えばお二人とも金色に頭染められてかっこよくなりましたねって言うと、うん、はい、じゃあ黒かった時代は悪かったのって受け取る人もいるので。確かにな。一概に褒めるっていうことも難しいじゃないですか。女子多いそれ。女子が多い。罠だと思ってます。髪切ったけどどうって言ったら、いいって言ったら、あ、今までダメだったんだって言うし、いや今までの良かったんじゃないですか、今わかんねえや。どっちが正解ねん。この正解がお経にかかってるんですよ。いやこれはほんまにすごい攻略も欲しい。ですから、そうなんです、お経見るしかないんです。完全版の攻略本や。しかも V ジャンプのペラペラっつとちゃうなこれ。それね、うん、空気おかしくなっちゃう。それで、ね、おーって言うから。そうやねと思って。ツッコミはちゃんとしてもらう、はいはい、でまあそういうお経に書いてある未来が今こう、今もうなんか怖い話ばっかりしましたけど、はいはいはい、実は良くなるターニングポイントなんです。まだ間に合う、っていうのは、うん、今私がこういうお話させていただいて、はい、お一人でも、あ、
僕はもうじゃあ愚痴るのやめよう、怒んのやめよう、言葉を正そうとかいろんなこと考えていただいたら世の中がこの先平和になる可能性も今あるので、うんうん、実はねこれはね良くなる前の大悪だって書かれてるお経にもある。なるほどね、はい、そのまま大悪で滅びていくか幸せな世の中を私たちが築けるかは、うん、これからの私たちにかかってると。なるほど、ね、いやまず運命の分かれ道いるんだ。これ以上鬼太らせるのやめよう、もう、うん、そこに飯与えんでええやんな。そうです、全身様にたくさん召し上がってもらうとええやん。そりゃ、はい、そうや、初めてでね、まあ、みんなも高評価を押してくださいこれが多分ね、すごいいい行いになると思うんですよ。ここで低評価を押すやつは気がしないよ、俺はもうほんまそういうことを言うとまたちょっとややこしい、これややこしい、ね、これややこしい、悪用してしまってるかもしれない、これら高評価は何卒よろしくお願いいたしますいずれにせよ、見ていただいただけでももういやもう大感謝です、はい、そう大感謝ですよ、ね、おかげさまで僕たちもなんか事故なく平和にね YouTube できてます。皆さんの本当おかげなんでありがとうございます。ということで本日ね、素晴らしいお話を聞かせていただいたミッチさんもですね、はい、チャンネルぜひ概要欄貼ってますので登録のほどよろしくお願いいたします。そして僕について生きるどうなったのか、これの答えもですね Vlog の方で気になる、ぜひぜひ見に行ってください。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。おばさんとおじさんもね、霊がついてましたもんね。そう、腕ついてるんで3人で音楽活動してたから。そうね、だから4人でいつも撮ってたのに2人になっちゃったの。いや、それはちょっと聞ける。あー、なるほど、なるほど、なるほど、ぜひ見てください。はい、わかりました。それでは本日の鳥肌スコアは36。なんでさんということでね。なロックどうなったそれ。いやいや、ちょっとまあそういうあんま細かいこと言うとやっぱりね、あの鬼が太るから。あ、よくないですよ本当に。あんまりね。トルザ鳥肌ポイント、いやお経ってすごい。いやびっくりしましたね。はい、それでは See you. Bye。6G では通信速度が今よりも格段に速くなりまして、なんとね2時間の映画、これね1秒間で25本もダウンロードできるようになります。 7G の世界では物理的な距離の問題が大幅に解決できるというふうに言われております。実はこの 7G はこのように五感を強化するということだけではなく、僕たちがまだ持っていない神秘的とも言われる能力でさえも可能にしてしまうかもしれません。もしこの 8G という革命的な通信システムが実現されたら、僕たちが世界中どこでも、いや月でさえも一瞬で行くことができるんだろうけどね。